原付きが欲しいってよ。自分のこと霊夢とかいうキャラじゃねえだろ。そんな釣れないこと言わずにさ。どんな原付きが欲しいんだ？ん？可愛くて性能が良さそうなやつ。ざっくりだな。原付きのことなんて、あまり知らないんじゃないか？バカにしないでよ。じゃかじゃん、じゃないんだわ。まあ、今日はそんな霊夢のために、90年代の原付きたちを紹介するぜ。なぜに90年代限定？昭和チャンネルとしてはだな。平成じゃねえか。昭和生まれが乗ったということで一つ。よかろう。モデルについて語る前に、まずは、いかに90年代の原付きバイクが扱ったかという話をしたい。しなさい、存分に。80年代は、HY 戦争という、ホンダとヤマハの血で血を洗うような大激戦があった。このチャンネルでも紹介したわね。それから数年後、各社は健全に競争し合っていた。それはとても良いことだ。だが、80年代にスクーターに乗った若者が、中型免許を取得するようになったのか、飛ぶように売れた 50cc スクーターが、目玉にならなくなっていたんだ。大流行の後って、決まってそういうことになるよね。一方、原付2種が注目されていたんだぜ。原付2種って何？ 51cc 以上、125cc 未満のスクーターのことだな。なるほど、排気量が大きいのね。そして90年代は、カスタムバイクが流行ったんだ。つまり、改造ってこと？ああ。中型バイクなんかは特にそうで、メーカーがカスタムパーツを豊富に出したりもしてたぜ。純正パーツがたくさんあると、かなりカスタマイズしやすくて助かるわね。そして90年代中盤には、ビッグスクーターが人気になるんだ。あくまでも 50cc のスクーターにとっては、向かい風だったのね。そういうわけだが、そんな中でもいろんな名車が生まれたんだ。というわけで、ここからは90年代の、人気原付車種を紹介するぜ。どんな単車があったのかな？まず、ディオだ。90年代だと、ディオ SR が登場したが、まず初代から少し語っていこう。ディオって少し聞いたことある気がするわ。1988年1月に、初代が発売されたホンダの原付だな。初代はどういう特徴があったの？足つき性がいい、700ミリというシート高を実現したり、ヘルメットや小物が入る、24リットルの収納スペースを内蔵したり。利便性がかなりいいってわけね。デザインも、鮮やかな通光と塗装がすごくかっこいい。確かに、これはイカスってやつね。エンジンには、新設計の空冷2サイクル。最高出力 6.4PS、6500RPM と、低速域から高速域までスムースに、かつパワフルに走る。おお、すごく良さそう。その上燃費もいい。最高じゃない？他にも、95mm という台形のフロントブレーキを装備していたぜ。これは売れそう。もちろん売れてな、シリーズがかなり展開された。1989年12月20日には、初代がマイナーチェンジ。エンジンが新設計になって、カラーリングも一新したぜ。マイナーチェンジ早くない？実際早い。最高出力は、6.8PS、7000RPM になった。パワーアップした。しかも、大型化したメインスタンドを採用し、スタンド掛けが簡単になったぜ。いいじゃん。そして1990年1月25日に、さっき言ったディオ SR が出たんだ。どういうモデルなの？スポーティーバージョンとして生まれた、ディオ初の派生モデルだ。スポーティーなのね。前輪にディスクブレーキを採用してたり、リアサスペンションを採用して、しなやかな乗り心地を実現してたり。本当に色々変わってるわけか。デザインもスポーティーなパターンが入ったりして、少しだけイカつくなってるぜ。これは好みが結構分かれそう。王道で好きな人が多そうなのは、初代ディオだよな。だけど、好きな人はハマりそう。初代の利便性を備えつつ、速くてスポーティー。それがディオ SR の良いところだ。次に紹介するのは、2代目ディオ。お、2代目になったのね。ただ、ディオは台数で呼ばれることは少なく、一般には、スーパーディオと呼ばれてるぜ。スーパー、強そう。デザインをさらにスタイリッシュにし、大型フロントインナーラックを標準装備するなどして、使い勝手がかなり良くなったのが特徴だ。ラックが標準装備なのはいいね、しかも大きいし。タンク容量も4リットルから5リットルになり、より色々入るようになったぜ。これは心強い日常の味方、こういうのでいいんだよ。フロントパネルの内側には、インナーラックも標準装備されてるしな。いいじゃん。フロントには、テレスコピックサスペンションも採用し、前後輪に、10インチの幅広チューブレスタイヤも付けた。性能面も上げてかないとね。とにかく装備がいい、性能がいい万能戦士として人気になったぜ。まさにスーパー。1991年1月19日には、スーパーディオにも SR が出たぜ。スポーティーモデルだ。新採用の前輪ディスクブレーキ、前後チューブレスタイヤによって、軽快な走りを実現しているぜ。
ブレーキとかタイヤとか、大事だよね。ヘッドライトにイエローレンズを採用するなど、デザイン面も底上げされた。これは売れピーですわ。人によるとは思うけど。馬力とかは普通のスーパーディオと変わらないんだが、ディスクブレーキなどで差をつけた感じだな。エンジンを変えなくても、スポーティーモデルは作れるのね。1992年2月20日には、スーパーディオ ZX というモデルも生まれたぜ。これはどういうモデルなの？最高出力、7.0PS、7000RPM の新エンジンを搭載した、ハイスペックモデルみたいな感じかな。もともといいスペックだけど、7.0 になって貫禄がついたわね。エンジンはシリンダーにケブレター、マフラーまで全部が新設計だぜ。気合が入ってる。前輪ディスクブレーキに前後チューブレスタイヤなど、SR との共通点も多い。さらに、本格的なハイマウントストップランプを内蔵する、リアスポイラーを搭載した。おお、これはいいわね。後続車からも見えやすくなりそう。1994年1月21日には、スーパーディオもモデルチェンジして、3代目になったぜ。3代目はなんて呼ばれてるの？ライブディオだ。何がどう変わったんだろう。わかりやすいのは、エンジンだな。まあ、モデルチェンジしたらエンジンは変わるよね。これまで、ディオには縦型のエンジンが採用されていた。縦に置かれてるってことか。ディオどころか、多くの原付は縦型だな。それが、ライブディオでは横型になったんだ。横型になると何が変わるの？内部スペースに余裕ができる。これで、スーパーディオからタンク容量は 0.3 リットル、オイル容量は 0.1 リットル拡張されたぜ。ふむふむ。さらに、エンジンが縦に置かれてることから飛び出ていた、メットインの底面がフラットになった。それはかなり使いやすくなりそう。その上、エンジンはストレート吸気になって、7馬力になったぜ。パワーアップもして利便性も増して、まごうことなき、フルモデルチェンジって感じね。ライブディオにも、スポーツモデルである SR が設定されたぜ。出たのはいつ頃？1994年2月8日。モデルチェンジの少し後なのね。主な違いは、前輪ブレーキだ。ライブディオはどうだったの？台径 95mm の、機械式リーディングトレーリング式というやつだな。どういう方式なの？1個のホイールシリンダに、ピストンを2つ備え、ドラムが回転する方向にブレーキシューを押し付けるのを、リーディングシューと呼ぶんだ。かなり物理的なブレーキね。ちょっと自転車的なイメージがあるかも。回転方向と逆方向にブレーキシューを押し付けるのを、トレーリングシューと呼ぶ。名前的に、それら2つを組み合わせたブレーキってこと？そういうことだ。前進時、後退時どちらも制動力が均等になる、というメリットがある。じゃあ、ライブディオ SR は？前輪に油圧式ディスクブレーキを搭載したぜ。これはどういう仕組み？オイルの圧力を利用して、パッドを押し出して動作する。ふむふむ？ブレーキを握る力に比例して、制動力が高まるという特徴があるんだ。つまり、直感的に扱いやすいってことね。強く止めたいときは強く握る、少しスピードを緩める程度にブレーキをかけたいときは、緩く握るという操作ができるからな。他にメリットは？キャリパーという部分が露出してるから、メンテナンスがしやすい。あと、放熱性も高い。なるほど、それを搭載したことで結構メリットあるのね。あと、SR にはクローム仕立てのエンブレムが使われたり、シートにシルキータッチ素材が使われたり、細部のクオリティも高められたぜ。これは SR が欲しくなっちゃうわ。あと、ライブディオ ZX もあるな。これはいつ頃？1994年1月21日だから、モデルチェンジと同時だな。こっちは同時なのね。SR 同様に、前輪に油圧式ディスクブレーキを搭載。クローム仕上げの立体エンブレム、シートのシルキータッチ素材も同じだ。じゃあ、何が違うの？ハイマウントストップランプ内蔵のリアスポイラーとか、カラードホイール、ワイド扁平タイヤとか、ZX にだけ搭載された装備が多いんだよ。上位モデルって感じね。あとは、前幅が 615mm から 630mm になったり、馬力が 7.2 になったりしたぜ。サイズも性能もアップしてるのね。性能が良くて装備も豪華だから、未だに人気があるぜ。中古車市場を探してるって人も多いのかな。一部では、ZX に似せた偽物が出回ったりもしてるらしい。人気者の宿命ね。続いて、ヤマハの人気車種、ジョグだ。90年代には何代目になってたの？1991年に、4代目になったぜ。おお、ジョグも結構モデルチェンジ重ねてるわね。7.0PS のエンジンを搭載して、パワフルになったのが、最大の特徴だ。周りが馬力上げてきたし、ヤマハも上げとかないとね。ネクストゾーンとかいう通称もあったな。新しい領域ってことね。普通に直訳。
デザイン的には、リアが少し丸くなったのが特徴だな。他にも、MF バッテリーを採用してスペースを拡大し、モールサイドカバーを大きくして、プロテクション性も高いのがポイントだ。クオリティが高い、ってわけね。カラーリングも多彩で、当時としては若干奇抜だったりもした。マジェンタあるじゃん、しかも内側だけ。こういうカラーリングいいよな。わかりすぎるわ。1992年には、ジョグの初代 Z モデルと呼ばれる、ジョグ Z も出た。これは何が違うの？主な違いは、前輪に油圧式ディスクブレーキを搭載したことだな。こっちもディスクブレーキか。さらに、サイズが全体的にアップした。前幅は 610mm から 640mm に、前高は 990mm から 1005mm に。ホイールベースも、1115mm から 1130mm になったぜ。全長以外全部アップしとる。さらに、ヘッドライトが 25W、25W から 30W、30W になった。明るそう。ワット数が上がったのは、LED ハイマウントストップランプを新しく装備したからだろうな。本格的な LED ランプだと、ワット数も上がるわよね。他にも、ディスクブレーキは、ブレンボキャリパーが使われてたり豪華なんだ。ブレンボ？簡単に言えば、あらゆるジャンルの主要車種に、メーカー純正で装備されるような、高性能なブレーキキャリパーを作ってるメーカーだ。とにかくすごいメーカーってことね。イタリアの有名メーカーで、F1 など、モータースポーツ界でも有名だな。そして、高級だ。それを使ってるとなると、話題性もすごそう。そして、90年代のジョグを語る上で外せないのが、ジョグ ZR だ。何年に出たの？1995年だな。何が違うの？クラス最高の 7.2PS のエンジンに、リザーバータンク付きサスペンション、ハイマウントスポイラーなどを搭載したぜ。つまり、豪華ってことね。リザーバータンクは、いわゆる補助タンクだな。ふむふむ。まさに最上級グレードといった感じで、ジョグのフルスペックモデルが出た、と話題になったんだ。カタログには反町隆史が起用されたのも、話題を呼んだな。この時代の反町ってかっこよすぎるわよね。GTO の3年前と考えると、若いよな。ZR と対照的な、ジョグアプリオというモデルも、1993年に出てたぜ。これは、5代目？5代目として仕様には残ってるが、先代と併売されたから、派生モデルって言った方がしっくりくるんだよな。普通、代替わりってなったら先代は販売されないもんね。特徴的なのは、クラストップの6リットル燃料タンクと、大容量メットインスペースだ。燃料タンクが大きくて、メットインスペースも大きいのね。ジョグならではのキビキビとした走りはそのままで、車体安定性を向上させたりと、何かと使い勝手がいいんだ。使い勝手がいいのは、いいことよね。スタイルのジョグ、使い勝手のアプリオという感じで、住み分けされてたりしたぜ。私はアプリオ好きかも。後にいろいろバリエーションが出たんだが、アプリオタイプ2はかなり気に入りそうだな。どういう感じなの？ 7.2 馬力の、スーパー Z エンジン搭載。使い勝手のアプリオがめっちゃ速くなった？見た目は地味で、利便性重視なモデルなのに、めっちゃ速いというなんか、すごくマニアックなモデルなんだ。これ好きだわー。一方スズキは、1993年に、セピア G2 を出していたぜ。セピア？こっちはあまり知らないかも。有名なんだけどな、結構。セピアは1989年に初代が登場した、ハイアップシリーズの後継者だ。また知らない単語が出てきた。直線形のスタイリングが特徴的な、そういうシリーズがあったんだ。それを受け継いでるわけね。ああ、特徴的なスタイリングも受け継ぎ、メットイン機能も採用してるぜ。いろんなメーカーがメットインを採用していくわね。セピア G2 は、1990年に、セピアのスポーツモデルとして発売されたぜ。こっちもスポーツモデルなのね。そういえば、ZZ ってなんて読むの？ダブルゼータ？それはガンダム。G2 と呼ぶ。Z じゃないのね。基本モデルから馬力が上がり、最高出力が 7.0PS になったのが特徴的だな。おお、結構馬力高いわね。さらに、ボトムリンク式フロントフォークと、フロントディスクブレーキも装備。ディスクブレーキはいいぞ。これは、スズキのスポーツモデルとしてはおなじみだな。おなじみだったのか。そして、他車より早くハイマウントストップランプを搭載。装備がかなり充実してるわね。ヒットしたんだが、その理由の一つが、装備が充実したハイスペックモデル、というところにあるんだぜ。こりゃ売れますわ。1993年に、セピアがモデルチェンジしたんだ。おお、モデルチェンジ、いいね。エアロフォルムが新設計になり、フロントラックを標準装備した。フロントラックはありがてえ。燃料タンクも 4.2 リットルにアップして、プラグ整備用メンテナンスリットも装備。充実してるわね。
そして、フロントディスクブレーキを装備した、セピア RS というタイプ。スポーツタイプのセピア G2 の3種類が、同時にラインナップされたんだ。お、G2 は後期型って形？それとも2代目？後期型だな。G2 の後期型の特徴は、なんといっても馬力だ。何馬力？自主規制上限の 7.2PS だぜ。つまり、これ以上馬力は上げられないということね。スタイルも大きく変更されてるな。確かに、見た目が違う。基本的な部分は前期型と同じだから、ネットだと、どこが違うのかわからん、と言われたりもしてるけどな。そうなのね。ちなみに、後期型は電子式リミッターがかかっていて、60キロ以上でないようになってるぜ。安全。さて、ここまで90年代に扱った、有名なスクーターを紹介したんだが、ここからはギア付きの原付きを紹介するぜ。原付きに、ギア？ここまで紹介したのは、というか、一般に原付き、原チャというと、オートマ式のスクーターが主流だ。うん、そのイメージよね。だが、変速ギア付きミニバイクというタイプもある。それも 50cc だったりするの？ああ、原動機付き自転車と言われる、50cc の小型バイクで、スクーターとはスタイルが異なるバイクって感じだな。どんな車種があったんだろう？すごく気になるかも。まず紹介するのは、NSR50。これはどこのバイク？ホンダだな。日本で生産されたのは、公道を走れる NSR50 と NSR80、あとは 250RS。他に競技専用モデルや、海外生産モデルがあるぜ。競技用もあるのね。名前の50とかって、排気量のことよね。そうだな。つまり、NSR50 は、50cc の原付きということになる。なんか、見た目が可愛らしいわね。レーシングスタイルっぽいのに小さいから、そう感じるのかな。お、いいところに目をつけたな。NSR50 最大の特徴が、この、ロードレースバイクを原付きに落とし込んだようなデザインだ。自転車のルック車みたいな感じ？そんな感じ。いわゆる、レプリカマシンだな。エンジンは、水冷2サイクル単気筒で、7.2PS、10000RPM。お、原付きの自主規制いっぱいの馬力ね。って、ん？ 10000RPM？ なかなか見ない数字だよな。バイクでも車でも見ないわよ、こんな数字。これは 50cc では最高クラスだったんだ。どんだけ高回転型なのよ。そこに6段変速ギアを組み合わせ、クラッチ操作やギアチェンジなどが楽しめる。これは人気になりそう。原付免許しか持ってないけど、中型以上のバイクみたいな、本格感を楽しみたいという人には、まさにうってつけだ。欲しすぎる。他にも、前後サスペンションに、路面追従性が高い油圧式ダンパーを使ったり、軽量12インチアルミ製キャストホイール、幅広のタイヤ、油圧式ディスクブレーキを前後輪に搭載。スポーティーな装備を詰め込みました、というおもちゃ箱みたいなモデルね。他にも、スポーティーな乗り心地を生むセパレートハンドル、アルミ製ステップの位置などなど。細かいところにもこだわっているわけね。こいつは当時の若者を、峠やミニサーキットなどに駆り立てた。原付で峠を攻めてても、この見た目と性能ならあまり違和感ないかも。続いて、NS1 を紹介しよう。多分だけど、これもホンダ？イエス、ホンダ。名前的に、そんな気がしてた。発売されたのは、1991年2月15日だな。90年代初頭なのね。通称、N1。AC08 型、水冷2ストローク単気筒エンジンを、キャリーオーバーして搭載した。ふむふむ。性能は？ 7.2PS、10000RPM。また10000。N1 の特徴は、フルカウル装備のスーパースポーツモデルながらに、通常モデルの燃料タンクに当たる部分が、メットインスペースになっていることだ。それは変わってるわね。しかも、24リットルとかなり大きい。フルフェイスも余裕で入るね。フルフェイスと、小物類を一緒に入れられるくらい余裕だぜ。それにしても、N1 もレーシングバイクのレプリカって感じなのね。ギア付きの原付きといえば、こんなスタイルがお馴染みになってるぜ。ホイールも大きくない？お、気づいたか。前後ホイールは、17インチだぜ。え、原付きで17インチってあまり聞かない気がする。なかなかないわな。それに、車体もそこそこ大きい。車体だけなら、250cc クラスと並べても違和感がないぜ。確かに大きく見える。これでバカ速いと言うんだから、原付きってなんだろうって感じるよな。だけどメットインスペースで実用性持たせてて、あっ原付きだったって安心感もあるわね。三つ目は、DZR50。これはさすがにホンダじゃないよね。今度はヤマハだぜ。まあ、ホンダが出しててヤマハが出してないわけないもんね。それはそう。DZR50 も、やっぱりスポーツレーシングバイクのレプリカのような形だ。これも結構スタイリッシュなのにごついわね。
登場は1990年で、RZ50 というバイクをフルモデルチェンジした、50cc 初のフルサイズレーサーレプリカとして、登場したんだ。ホンダより早かった。1992年にはマイナーチェンジをしたし、1993年には、エンジンやフレームを強化してモデルチェンジもしたな。やっぱり頻度高いわ。日本国内だと、1998年に再び RZ50 になって、生産が終わった。だが、欧州だと現在も生産販売されてるんだぜ。マジか。国内でも、未だにマニアから人気がある。いいことよ、それは。フロントフォークに、インナーチューブ系がファイ 30mm と、本格的なサスペンション。リアサスペンションなんか、リンクレスのモノクロスサスで、ガス封入式のビルシュタインタイプのダンパーを搭載してるからな。呪文か何か？詳しく説明すると難しい話になりすぎるから、何やら本格的な作りだった。ということだけ覚えておけば OK だぜ。うん、それなら覚えてられるわ。市場的なことを言うと、当時はホンダの N1 が最大のライバルだったんだ。ああ、やっぱりライバル関係だったのね。N1 はメットインスペースがあり、街乗りの利便性は高いが、DZR50 は N1 より軽い。つまり、N1 より軽いから、N1 より運動性能は高いんじゃないかってことね。実際、バカ早い。後期型はスチール製のフレームも補強され、エンジンもさらにポテンシャルが出せるようにもなったしな。後期型最強説。しかも、テールカウルに雨具などを収納できるスペースもついて、後期型は利便性も良かったぜ。ホンダのメットインスペースに触発されながらも、独自性がある感じがいいわね。完全に真似たところで追従にしかならんからな。いろいろカスタムする人も多く、乗って惚れて、いじって惚れて、眺めて惚れる。いい相棒になるようなバイクだぜ。なんか欲しくなってきちゃった。最後に、DZM50R を紹介しよう。これはメーカーどこ？ヤマハだぜ。鈴木は？まあ、このスタイルの原付で有名だったの、ホンダとヤマハだし仕方がない。鈴木だってロードレース界では有名なのに。そんなに鈴木好きだったか？ヤマハ派だけど？どないやねん。これも、レプリカのミニレーサースタイルね。1993年2月に、打倒 NSR50 を掲げて発売されたモデルだな。やっぱりホンダとヤマハはバチバチに意識してるわね。エンジンは、水冷2ストローク単気筒。90年代のギア付き原付きは、2ストロークなのね。最高出力はやっぱり当時の自主規制の限界値。サスペンションはフロントテレスコピックに、リアにモノクロス式が採用された。本格的ということはわかる。フロントとリアには、当たり前のようにディスクブレーキを備えているのも、ポイントが高いな。ふむふむ。ホイールは TZR と違って12インチだが、TZM50 にはセルがある。セル？セルというのは、バッテリーの電気を使いモーターを回転させ、その力でスタートさせるという方式だ。聞くとは違うのね。ああ、エンジンで自家発電して始動するぜ。これは、かなり快適に乗れそうね。キックはキックで楽しいけどな。外装はやっぱりフルカウル。ミッションも6速と、本格派だ。これはガンガン走らせたくなるわね。しっかりエンジンが回った後は、ヤマハらしい爽快感の高い加速を味わえるぜ。高回転型なのね。この高回転域での加速感が、ヤマハの特徴であり魅力で、それを原付きで楽しめるというんだから最高だ。それは確かに最高。だから、峠やサーキットを走りたいという人たちからの人気が、とても高かったんだ。ふむふむ。カスタム製とかは？90年代はカスタムが流行ったが、DZM50R はパーツが少なく、カスタム製は高いとは言えなかったぜ。カスタムができないなら、ベストなセッティングを探したりするのは難しそうね。だが、ノーマル状態で、NSR50 に引けを取らない装備と速さがあるからな。十分勝負できるのかな？まあ、サーキットだと、やっぱり NSR50 が強かったんだがな。やっぱり。でも、街乗りをする人の中にはヤマハにこだわる人もいるし。そういう人たちにとって、ノーマルで NSR50 に引けを取らない、DZM50R は、いい選択肢だったんじゃないだろうか。ヤマハ派な私としても嬉しいわ。こいつも、未だにミニレーシングだと人気があるぜ。ということで、今回はここで終わりだ。いやー、原付きといっても、いろいろあるのね。王道な感じのスルディオに、ジョグに、セピアに、そしてギア付きのミニレーサー。これはちょっと、中古車市場見てみたくなったかも。おお、見てこい。原付きのことを少し知った今なら、楽しく見られるはずだぜ。うん。みんなはどんな原付きに思い入れがある？よければ、チャンネル登録やコメント、評価もしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。